皆さんは何年ですか 日本人は生まれながらに自分の動物は決まっています。古くから江戸文化は消えることなく、今でも残っていますよね。子供の頃から思っていたんですが、桃太郎が鬼大臣に連れて行く動物たちは、まだ犬はわかりますが、猿とキジって圧倒的戦力になりませんよね。絶対犬、イノシシ、馬だろって思っていたんですが、これも江戸に関係していて、牛の角をつけた虎柄パンツを履く鬼に向かうのは、逆に位置する猿、鳥、犬なんですね。このように昔話でも関係があり、江戸の逸話をもとに占いや性格診断も強いられていて、ある占い法を見たら、牛年の人は呪騙されやすいと記載してあったんですが、これは江戸 人の逸話の物語から来ていて、足の遅い牛は、前日から出発しますが、ずる賢いネズミに背中に乗られ、ゴール寸前にネズミに先を越されるという話から、ノロマ騙されやすいと言われているんだと思います。そんな安易な性格診断されると、将来子供を産んだ時に、なんで牛牛なんかに産んだんだ、ノロマ騙されやすいと言われるから嫌だと言われるかもしれない。なので今回は、牛鹿の動物が好きになるような、面白いけど少し残念な生き物を紹介します。牛鹿に分類される動物は広く、ヤギ、羊、霊イなども、牛鹿分類されることを知っていましたか、今回はそんな牛鹿�� エイリアンのような小顔のジレヌク。知名度ゼロの草原の掃除機、サイガ。世界初、世界遺産の登録を抹消された曲がったことをしないアラビアオリックス。など、魅力大きい牛舎の生き物を紹介します。ピアイすぎる生き物紹介です。人間界では顔が小さく、スタイルがいい人間はモデル体型だと呼ばれ、体全体は顔何個分かということがよく言われていますが、このジレ肉はどうでしょうか ?15 頭身ぐらいでしょうか 圧倒的に体に対し顔面の大きさは小さく、小顔の生き物は可愛いと重宝されていますが、小さすぎてエイリアンのようで怖いという声もただあります。体長約1.5メートル、体重約50キロ。アフリカのサバンナに生息していて、ジレヌクと呼ばれる他に、ゲレヌクやキリンカモシカ、ジラフアンテロープと呼ばれたりしています。オスには S 字に曲がった角が生えていますが、メスには生えていません。基本、オスとメスのペアで生活しているか、2頭から5頭の メスからなる家族で生活しています。オスは単独行動している個体もいます。人間と同じ一年中繁殖が可能と言われていて、一度の妊娠で一頭の子供を産みます。なぜこれほどまで幸運なのかと言いますと、ちゃんとした理由があります。ジュレネクが生息している場所は、雨が少ない砂漠など、サバンナ時代のため、水分がとても少なく、植物を食べて水分を摂取する必要があります。かといって、食料である植物が多くはありません。そのため、この環境に適応するために驚く進化を遂げたんですね。多くの動物は地面に生えている植物を食べますが、ジュレネクは木の上にある高い置の葉を食べます。 他の草食動物との争いに負けないための知恵ですね。木の上の高い位置にある葉を首を伸ばし食べられるように仁い立ちしてこれほど首が長くなったんですね。この長い首から別名でキーンレイヨーと呼ばれているのがわかります。この仁い立ちしている姿を横から見るとわかるんですが、腰が内側に入り多少反り腰のようになっています。このように人間のように背骨が S 字になることで長時間直立していることができるんですね。そして顔が小さいのは多く食料にする木はアカシアの木なんですね。木も植物で生きていて繁栄するための知恵があり、果実などが甘いのは動物に果実を食べてもらい、種を別の場所に 運んんでででもららううたたたたためめにに甘かったりしますすすが葉といいののは光合成の役割を果たすために大切で食べられたくなな場所なんですねそのためか、アカシアの木にはトゲが多く生えています。このアカシアのトゲの被害に遭わないように、顔面を小さくすることで枝と枝の間をすり抜けて、トゲに当たらないように顔が小さくなっているんですね。このように食料が少ない環境に適応して進化していったすごい体なんですね。そのため、ジレネクは食事をする以外のエネルギーは、なるべく使わないように省エネで生きていて、縄張り意識はとても低く、重空していても争いが起こることはとても少ないです。すごい進化を遂げた生き物なんですが、人気の理由は見た目が気持ち悪いかららしいですね。 人気な理由がとても残念なんですけど、僕は可愛くて好きです。ジレイクはなかなかインパクトある見た目をしていましたが、次に紹介するサイガも特徴的な顔をしています。体長約1.5メートル、中央アジアの大草原に生息していて、牛かグーテイ類のサイガ属に一種だけで構成されています。頭には長いネジの形に似た角が入っていて、体は焼くぐらいの大きさで、鼻が象のように伸びています。このことから別名、大鼻霊陽や、大鼻かシかと呼ばれ、長い鼻が特徴なことから草原の掃除機なんて呼ばれたりしています。サイガの特徴は他の生き物に見られないため、珍しいことからとても人気がありそうなんですが、 知名度が全くないそうですね。サイガーを研究する生物学者が写真を持ち歩いて、会う人会う人にこれ知ってると聞いたことがあるらしいんですが、一度も知ってる人に会ったことがないそうですね。この花は象のように物を掴んだりなど、器用に動かすことはできないんですが、とても多くの生きるための大切な役割があります。サイガーは生活において、大群で移動することがあるんですが、大群で移動すると、歩いた時に砂嵐が多く発生します。えその時に、この花には、鼻孔能という花の穴の器官があります。それがフィルターのような役割があります。吸い込む空気を鼻光のフィルターを通すことで、肺にゴミを入れずに、綺麗な空気を吸い込むことができるんです。 だから、大草原の掃除機と言われているんですね。綺麗な空気しか吸わないのは少し生意気ですよね。え、他にもこの花は大きなうなれ声のような音を出すことも可能で、この音を利用して仲間とコミュニケーションを取ることができ、さらにメスを取り合うオス同士の戦いでも使われます。え、ですが、音で相手を威嚇するだけの戦いで、なかなか決着はつかないため、え、最後は角を突き合わせて戦います。勝ったオスはメス50頭近くのハーレムを獲得することができます。ちなみに最後の子供は多く双子を産むことで知られています。このようにフィルターの役割があったり、コミュニケーションや繁殖にも使う花ですが、この花が原因で大量に数を減らしてしまう事件もあり いました。2015年春、カザフスタンの草原に何キロにもわたって、至る場所にサイガの死体が転がっていました。死因不明の突然死で、全世界で繁殖数の70%以上のサイガが命を落としました。すぐさま研究者たちが原因を調べました。死因は細菌による出血性肺血症という病気によるもので、この細菌はパステララ菌というもので、急に体の中に入ってくるようになったものではなく、子供の頃から常に体の中に存在していた細菌が異常繁殖したことが原因だったんですね。このパステララ菌が元々存在していた場所が、この特徴的な鼻の中なんですね。なぜ急に異常増殖したかというと、 年は例年にないほど高温で高一の気温が続いたため。 最近が増殖し、サイガの体が抵抗しきれずに多くの個体が死んでしまったと思われます。さらに数が少なくなっているにも関わらず、食用や角が漢方や除霊に効果あがあるとされ、ナイんデスがあるとされ、密色の標的でまた数を減らしてしまいます。その後、放活動により数は回復していきましたが、オスとメスの生息数に偏りがあり、子供の少ない年が続き、最も少ない年の子供の数は4頭ほどでした。そのため、サイガの今後の繁殖が心配されていたんですが、ビリーブームが2020年に来たそうで、子供の数は4頭から530頭にも増えました。全体の数も 15年の大このサイガは一種の貴重な動物で、見た目に迫力もあり面白い生態なので、いつか見てみたいですね。知名度ゼロらしいので、覚えて好きな動物として広めてあげてください。特殊な花を持つサイガでしたが、嗅覚が特別いいわけではありません。ですが、牛科のオリックス族に分類されるアラビアオリックスは、とても嗅覚に優れ、遠い雨の匂いも嗅ぎ分けることができます。体長約1.8メートル、体重約80キロ、真っ白な体とまっすぐな1.5メートルほど伸びた、2本の長い角が特徴的で、この角はオス、メスともに見られます。 見ると角が一本に見え体が白いことからユニコーンのモデルになったと言われています生息地はオマーンやアラビア半島の砂漠地帯に生息していますこれほど体重が白いと砂漠地帯でもとても発見されやすくとても目立ちますがこの白い体もまあ日差しが厚い砂漠で太陽の光線を跳ね返し熱を吸収しにくい効果があります このユニコーンと呼ばれる立派な角がありますが、特に戦いに使用したりはしません。戦いはそんなにしないんですね。砂漠地帯は過酷な状況下のため、に水分はなく植物から摂取します。ですが、そこまで多くの食事もありませんので、エネルギー消費を避けるために無駄な争いはしないんですね。とても平和的な動物です。アラビアオリックスの群れは年長のメスが中心となり、数頭のオスと子供を含めた10頭程度の群れで生活します。オスは群れに加わることもありますが、基本単独行動です。このアラビアオリックスの最大の長所は嗅覚にあります。食事が少ない、雨もなかなか降らない環境に特化した能力が、特殊能力が 80キロ先の雨の匂いを嗅ぎ分けることができるようになったんですね。意味わからないくらいすごい能力ですね。なので、80キロ先とかで雨が降ったことがわかると、みんなで水分を含んだ新鮮な植物を求めて移動するんですね。行動範囲はとても広く、100から300平方キロメートルもあり、最大で約1年半ほどで3000平方キロメートルもの距離を移動した記録もあります。砂漠地帯は天敵が少なく、肉食獣は少ないため、天敵から逃げることはほとんどありません。そのため足はそこまで速くありません。足の蹄めはシャベルのような形をしていて、砂漠でも長い時間歩くことができます。早くはないけど、長時間歩くことができるんです。 そんなアラビオリックスちゃん この白く美しい毛皮とまっすぐ伸びた角は人間とても人気で乱獲され数が減少し1972年に野生化のアラビアオリックスは絶滅,滅していますその後アメリカの飼育で繁殖したアラビアオリックスを10頭譲り受け野生化に戻しましたそれからアラビアオリックス保護区として1994年頃世界遺産として登録されましたですがその後2006年にオマーン政府は油田などの資源開発のためにアラビアオリックスの保護区を90%を減少したいと衝撃的なことをユネスコに提出しましたユネスコはすぐさま調査団を派遣し現地を 調べたところ、アラビアオリックスの生息数は全体でも6。5とえ、しかも。そのうちメスは4頭しかいませんでした。この悲惨な状況で、さらに保護区を90%減少されると、また絶滅の可能性が大きくなると判断したんですが、オマーン政府はユネスからのアラビアオリックス5区の縮小案件、見直しを拒否したんですね。そして、アラビアオリックスを保護管理し、続ける能力も意思もないと表明したらしいです。そのことから世界で初1994年に世界遺産として登録された保護区を世界遺産から抹消されました。以前は多く生息していて100頭近くいる群。 されていますそこから多くのハンターによって乱獲されたんですが80キロ先の雨をかき分けるやつが人間の車の匂いなのわからないのかなと気づけないのかなって疑問だったんですがアラビオリックスはとても注意深くすぐさま危険を察知することができ身の危険を感じるとすぐ逃げるそうなんですねじゃあなぜそこまで多くのハンターに捕まってしまったかというとアラビオリックスの性格というか弱点が原因で彼らは逃げるときにまっすぐにしか進めないらしいんですね <laughs> 角のように直進に走るのみで方向転換できないんですね。しないんですね。なので逃げたとしてもある程度の位置は分かってしまい、待ち伏せされ多く倒されてしまったそうです。この角のごとくまっすぐしか進まない RURX は日本の動物園にも生息していると思うので、ぜひ足を運んでみてください。 はい。いかがだったでしょうか意外と知らない牛科の動物を紹介しましたが、どの生き物も環境において進化してすごい生態に変わっていきました。多くの牛科の動物は、爪は毛皮が人気で、人間によって乱獲され、数を減少させています。まず、動物類に興味を持ち、動物園に行くでもいいですが、それによって放活動にプラスになると思います。ぜひ、動物園に足をお好みください。以上、顔面が小さすぎてエイリアンだと言われるジュレヌクと、見た目迫力のある知名度ゼロの草原の掃除機、サイガ。そののごとく曲がったことはしない無駄な意地、アラビアオリックスでした。ご視聴ありがとうございました。

da 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 da